私の得意楽器はフルートです。私の故郷であるアグナパレスは太陽と音楽の都、ミューズの加護を受けた楽器を作っています。幼少期に楽器を選ぶ儀式があるのですが、そこで出会ったのがフルートでした。それ以来ずっと一緒にいます。アグナパレスの王子として楽器を奏でることは私の宿命です。その中でもフルートは私の相棒です。スターリッシュはみんな音楽に真剣に向き合っている。生まれる音色は何者にも変えがたい美しいハーモニーです。マイプリンセス、どうかあなたにもこのメロディーが届きますように。ヘッドホンはアグナパレスにはなかったので、日本に来たばかりの頃はオトヤがいつも使っているのを見て不思議に思っていました。初めてヘッドホンで音楽を聴いた時の衝撃は忘れられません。直接耳元でささやかれているようで、とてもファンタスティック。最近はヘッドホンで曲を聴いたりラジオを聴いたりもします。知らない日本語も知ることができてとても勉強になります。天気のいい日は散歩をしながら聞いたりもします。私だけの世界に入ったみたいで、ついつい歩きすぎてしまうのが困りものです。 CM では私の普段の様子を再現することになりました。見晴らしのいい土手を歩きながら音楽を聴くのはとても楽しかったです。